こんにちは、パワミです。本日はパワー BI でウェブサイトからデータを取得し、データを自動更新する方法について解説します。今回実現する内容です。パワー BI でこのようなウェブサイトのテーブルを読み込み、レポートを作成します。作成したレポートはパワー BI サービスに発行し、ここで毎日データを自動更新する設定をしていきます。本日の流れです。はじめに Power BI デスクトップで Web からデータ取得する方法をデモします。次に Web サイトからデータ取得して作成したレポートを Power BI サービスで自動更新する設定方法を解説します。Power BI を使うと Web サイトやHTML ファイルからテーブル等のデータを取得し、簡単にレポート化することができます。Power BI サービスで自動更新設定をするためには、データ取得のクエリに少し変更が必要なので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは、Power BI、Power Apps、Power Automate 等、Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。Twitter、ブログでの情報発信もしています。それでは実際に Power BI 画面で Web からデータ取得する方法を説明します。Power BI デスクトップを開き、ホームタブのデータを取得から Web を選択します。URL には取得したいウェブサイトの URL を入力します。今回はカブタンのサイトから日経平均株価の週足チャートのデータを取得します。URL をコピーします。URL を貼り付け、OK をクリックします。この時、認証画面が出てくるので、匿名のまま接続をクリックします。誰でもアクセスできるウェブサイトであれば、匿名で接続できるはずです。ナビゲーターでテーブルを選択します。Power BI は接続したウェブサイトの HTML を取得し、テーブルデータを読み取り、このように読み込む候補となるテーブルを表示してくれます。今回はこの日経平均株価の週足チャートのデータを読み込みたいので、テーブル6にチェックを入れて読み込みをクリックします。これでカブタンのウェブサイトからテーブルデータを読み込むことができました。もう一つ、日本経済新聞のサイトからも日経平均株価の最新データを読み込み、このようにレポートを作成してみました。このようにウェブサイトでテーブルデータとなっている情報は簡単に Power BI で読み込み、レポート化することができます。しかし、一部のウェブサイトはテーブルデータを読み込むことができないため注意が必要です。例えばこの気象庁のウェブサイトで東京の警報注意報を読み込んでみます。このウェブサイトに表示されているのはテーブルデータのため、一見 Power BI で同様にテーブルとして読み込めると思うと思います。実際に URL を入力して読み込んでみますと、先ほどのようにテーブルの候補が自動的に表示されず、HTML コードしか取得できませんでした。このウェブサイトは JavaScript 等で動的にテーブル部分の HTML が作成されるため、この方法ではテーブル部分の HTML コードが取得できません。このような動的コンテンツを取得するには Wait for オプションを使う必要がありますが、これはまた別の動画で解説しようと思います。次に Web からデータ取得し作成したレポートを自動更新する設定方法を説明します。先ほど作成したレポートを Power BI サービスに発行しました。ウェブからデータを取得した場合、Power BI サービスに発行すれば、これまで解説したように、
スケジュールされている更新から自動更新の設定ができそうに思います。先に資格情報編集から匿名を選択してサインインをします。資格情報を更新しましたが、スケジュールされている更新がグレーアウトしていて、このままでは設定することができません。この場合はゲートウェイの設定が必要かと思いますが、実は Power BI デスクトップでデータ取得のクエリを少し修正するだけで自動更新設定が可能になります。Power BI デスクトップに戻り、データの変換から Power Query エディターを開きます。ホームタブから詳細エディターを開きます。詳細エディターでは、このテーブルのデータ変換をしたステップ、すべてのクエリが書かれています。一番上のソースを見ると、web.browser.contents で URL にアクセスしていますが、これを web.contents に修正するだけです。クエリを変更し、完了をクリックします。もう一方のテーブルの方も同様にソースを変更します。これでクエリの修正は終わりましたので、ホームタブから閉じて適用をして、再度 Power BI サービスにレポートを発行します。Power BI サービスに発行されたデータセットの設定から再度スケジュールされている更新を確認します。今度はスケジュールされている更新が設定できるようになりました。ここで更新の頻度、更新する時刻を設定すればデータの自動更新ができるようになります。これで Web から取得したデータの自動更新設定ができました。本日は Power BI で Web サイトからデータを取得し、レポートを自動更新する方法について解説しました。Power BI で Web サイトにアクセスすることで、簡単にテーブルデータ等を取得することができますが、JavaScript 等で動的に HTML を生成している場合は、Wait for オプションを設定する必要があります。動的なウェブサイトのデータを取得する方法については、また別の動画で解説したいと思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。